レッドハリケーンズ大阪対九州電力九電ボルテックス、今日はヤンマースタジアム長井からお届けをします。ただあの結果が、はい、今日の試合にまたね成長の糧となっていると思いますから、また楽しみですね。さあそういった意味で大事なチャンスを迎えました九電ボルテックス。このボールもね、D6 戦に非常に有効だったので、そうですね、前進してますね。九電ボルテックスが残り 10m を切ってきました、いいですね。そのまま抑えたか、先制トライは九州電力九電ボルテックス。バンキョンが抑えました。素晴らしいボールですね、はい、2番5番8番そして14番ウォーカーレックス拓也、山田明人、ショーン・ロビンソン、そしてトライのワンキョンム、4人が前節欠場、出場していませんでした。ゴールは決まりました、7対0。前節から非常にプレスキックも、ね、好調だと思いますね、ちょっとモールで進めませんでしたが、まだアタックが続きます、レッドハリケーンズです。あと人数が少ないのはバックスなんで、はい、これスペンサージーンズいいディフェンス、カー取った、ボルテックスボールになりました。スクラムハーフのスペンサー・ジーンズは2月29日に入団発表、前節が、これはどうだ、笛が鳴ってスクラム、レッドハリケーンズボールになりました。スクラムでこれも押していって手が上がった、そのままスクラムでフォワードでトライになりました。ジョシュ・フェナーが抑えました。オーリョンテがコンバージョン決まりました。これで7対7の同点。トライのフェナー、オーストラリア出身、後ろから入ってきた、さあここ抜けていったんですがオブストラクションの判定。ゴール裏にもこう特等席が設けられていて、そのファンに向かっての決まりました。10対7になりました、タイムオフ、はい、お願いします。これまで、ペナルティーキックすぐに仕掛けて島田から吉澤へ、外にいるのが山本カンタ、ペナルティーキックすぐに仕掛けてのトライになりました、レッドハリケーンズです。これが21試合目ということになります。ですからそれだけ、苦しんできた中での今日のピッチです。ゴール決まりました。今日先発10番のオリオンテが決めました。第4節以来の2試合目の10番です、相当釜石戦で、ね、膝を痛めてましたので、これがレッドハリケーンズボールになってここでチャンスになる。そこが前に出た、出たんですがここはボルテクス、中ずる、短いパス、短いパスで前に出た、オフサイドがありました。レッドハリケーンズのオフサイド、山田にボールが渡った、山田明人通算102トライ目、単独2位のトライ数になりました、山田明人102トライ目。素晴らしい、萩原が決めました。これで3分の3、前節からプレスキックちょっと覚醒したというかね、いい感じで蹴れてますよね、ボールは出てきた、うわ、リクワタを当ててきた、レッドハリケーンズでオフサイド、そのままどうか、残り50センチのところ、もう少し、さあ抑えきれるか、届いていないか、ショートか、抑えられないのか、ボールはどうだ、
No try. 5 meter. But advantage offside. ですが、まだアドバンテージがあったので、そこから、宮殿ポルテックスボールのペナルティーキックで再開ということになります。山田右大外に山田明人にボールが届いたが、山田がこじ開けていくが、ネットハリケーンズなんとか防ぎました。今度は防ぎました。いや、その山田にボールが渡ったんですが、ちょっと押し戻しましたが、スペンサージーンズがここで離して、トム・テイラー残り 10m、 ネットハリケーンズが来た、守りました。島田のタックルでした。ここも入ってきた陸綿ですが、ゲインは許さない。距離も足りている、決まりました。当たってる、ペナルティーゴールが決まって、これで20対14と宮殿ポルテックスがリードを広げました。伊庭が今ファーストレシーバー、オフロードは探しましたが、さあアラダイス残り 10m までレッドハリケーンズ迫ってきました。だショーン・ロビンソン、この2チームでレギュラーシーズンの通過順位として決まります。このあと順位決定戦が行われて最終順位が決定、6位のチームだけがディビジョン3との入れ替え戦に回るということになります。残留をかけた戦いでもありますが、さあ宮殿ポルテックス、山田が持った、サインプレーですね。今入ったばかりのジェフリーズ、ウォーカー、アレックス、タクヤキャプテン、ヘッドハリケーンズ13個目のペナルティーになりました。ナイスキック、決まりました。またしても決めた萩原、これで23対14と9点差になりました。残り2分40秒、外まで行け、ああここでパスが乱れました。ハーフウェイライン、ダノバ、ダノバ、ダノバ、リクアタ、もう今右サイド1人しか、まあ、いないって感じですよね。全て左、コルビーファインダー、残り30秒、いた、いった、九州電力宮殿ポルテックス、最後この時間帯でトライはフィルバーリー。この難しい角度、最後萩原通してきて順位決定戦に向かいます。30対14、九州電力宮殿ポルテックス、レギュラーシーズン最終戦を勝利で、この後順位決定戦に向かいます。前節実際会場で解説されて、そこから、まあ、感じてましたか、このイデアレのキックの、まあ、もちろん天候がすごい雨だったので、キッカーとして難しかったんですけど、まあ一歩一歩蹴るごとにこう自信をつけて、自分が決めるんだっていうのが現れてましたので、